千歩一歩は、日本の政治家、大田原市議会議員、元大田原市長、日本を愛する栃木県民の会副会長。1975年、32歳で、大田原市議会議員に初当選し4期14年、務める。1990年に、大田原市長に立候補し、当選、以降5期20年間の長きにわたり市長を務める。 2010年3月14日の市長選では、約8000秒差の大差で、つくいとみおに敗れ6000を阻まれる。同年5月8日には2010年の参院選出馬を、日本送信党より要請されたが、姿勢一筋でやってきたこともあるので考えられないとし、これを断った。2013年11月10日、2010年市長選で、当選した津久井富、つくいとみお、 自民党を大田原支部が支援したことを引きずり、同日に設立された自民党の政治団体、自民党を大田原支部分会の代表に就任した。2015年県議選では、支部分会は小西久美子候補を支援したが、敗北を喫する結果に終わり、設立から1年半となる2015年7月12日に解散した。2014年の春の序勲で、 朝日中受賞を受賞。2015年10月15日、同年11月15日の大田原市議選挙への出馬を表明。1995年以来の定数と同数の立候補者数となったため無投票で当選。議会では無会派となった。ありがとうございます。